ヨゼフです。中学生の数学の問題について解説します。それでは、始まり、始まり。はい。中学校で勉強する方程式を使って、算数の文章題を解く練習をしています。今回はですね、食塩水の問題その2なんですね。どんな問題かと言いますと、6%の食塩水 100g に 20g の水を加えると何、何の食塩水になるか答えなさい。 で、算数の問題だから、X とかを使わなくてもできてしまうんですが、ここでは方程式を使いたいので、私が X を決めてしまいます。水を加えてできる食塩水の濃度を X% とします。はい。 え、食塩水に含まれる食塩の量は食塩水×濃度で計算しますよね。ところで、X% はって言われたらそれは100分の X として計算すると簡単です。あの、小学生はですね、例えば6%だったら0.06というふうに小数で計算する場合が多かったと思うんですけども、X% っていうと分数で処理しないとなかなかうまくいきません。さて、とりあえず方程式作ってみてほしいんですが、いかがでしょう。はい、それでは解説していきます。4行目のところですね。6%の食塩水 100g に含まれる食塩の量は、 100×6% を分数にして6 100分の六ですね。これわざと計算しないで置いておきます。次に 20g の水を加えると食塩水の量は増えるんですね。もともと 100g あったところに水だけなんですが 20g 加えますから、100プラス20で 120g です。で、X% の食塩水、120g に含まれる食塩の量はですね、丸いと似てますが、120×X% を100分の X としてかけます。120×100 分の X。まあ、単位はグラムなんですけども、まあ、あの、それは、 書かなくても大丈夫ですが点点点丸にで水を加えただけなので、食塩の量は変わっていません。だから6、6%の食塩水とですね、水を加えた後の食塩水に含まれる食塩の量は全く変わっていないんですね。したがって、1イコール2という関係が成り立ちます。そのを持ってきてね、イコールで結ぶだけですよ。100×100 100分の6イコール120、120×100 分の、X、点点点03。これで方程式できました。あとはそれを解いて、えー、答え出すだけですね。でまあ、普通の解き方だったら、どうでしょう。あのー、これね、分母を 払うというのが方程式の解き方としてはおすすめですね。3の式の両辺に100をかけてしまうんです。すると100分の6とか、100分の X の、えー、その分母の100が消えてなくなってくれます。残った部分の計算をしますと、600イコール 120X ですね。ここで私のおすすめは180度回転。上辺と左辺をそっくり入れ替えます。120X イコール600。その次は X についている係数というんですが、120で両辺を割ります。まあ、念のために分数で書いておきました。120分の 120X イコール120分の600ですね。X を計算したら5です。5%の食塩水になるです。 さて、この3番の式ですね。方程式の解き方はいろいろあるんです。で、そのまま、あの、分数だけれども計算してしまうと左辺は6で。右辺はまあ約分して5分の 6x ですね。これも180度回転するのはおすすめで、5分の 6x イコール6です。この x についている係数5分の6で両辺を割るんですが、まあ実際問題としては逆数の掛け算と考えます。6分の5両辺にかけたら、左辺の5分の6はちょうど約分されて1になるんです。よろしいですか ?5 分の 6x かける6の5分の6を消したいので、両辺に6分の5をかけます。 で、その次の行。5分の 6x かける6分の5イコール6かける6分の5ですね。3円はもちろんただの x。右辺計算したら5で同じ答えです。さて、この問題も分かっていることにしていただいて、もう一つ別の問題の説明を少しだけしておきたいんです。あの、50%とはいくつのことですかどんな意味ですかっていうと、分数で言うと100分の50のことですね。もちろん0.5でもいいんですが、中学レベルでは圧倒的に分数がおすすめなので、も分数で話を進めていきます。ところで、100分の50は約分したら二分の一のことですね。二分の一のことってそうやって半分のことなんです。 そこで、丸一丸二丸三のような問題を見ていただきたいんです。その四角に当てはまる数字を答えさせる問題で、でも同じ問題なんですが。まあ、そこは X 円というふうに考えると中学生としてはいいんですが、X 円の50%は2000円であるとか、X 円の100分の50は2000円である。または、X 円の1 2分の1は2000円である。これね、暗算でできますよね。答え4000円だから、4000という数字がそこに当てはまるんですけれども、この計算をしてみなさいって言ったらですね、2000×2 イコール4000のように計算してしまう人はいます。 もちろん答えは4000なんですけれども、計算結果は正しいんですけどね。でもそんな計算方法はダメなんです。ダメなんです。じゃあどうしたらいいか。まずなぜダメかというと、かける2の2はどこにも与えられていません。で、実は割らなければいけない。2000を100分の50で割る。100分の50を約分したら2分の1のことですね。割り算の2分の1なんです。で、分数の割り算は逆数の掛け算なので、かける1分の2です。まあ1分の2は2じゃないかっていう人いるんですけど、たまたまここでは簡単な問題だから、ただの数字の2になったんですが、約分しても、えー 逆数の掛け算にしたときに分母が1になるとは限りませんので、どんなパーセントでもすべて、計算できるためには分数で割って、分数として割って、逆数の掛け算、今たまたま1分の2になってます。2000×1 分の2で4000となります。この、正しい計算方法をですね、ちゃんと覚えておいてほしいんですね。この後何度も使うことになると思います。いかがでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。